いいよ。いい感じ、またこれ。そしてこれを取って、出しちゃって、あーでも曲がってる。やっぱり何回かやるごとに、ダメージが蓄積、付け方の問題かも。そう、変形しちゃうと元に戻んない。なんかダルムシャットみたいにあえて変形を作っとくか、それとも変形しないようにこう考えるか。なんかしとっか、こっちは来てないけど、付け方の問題かも。それともこっちから先に落ちてるからか。ちょっとこっちの方が先に出てる。これさ、高さ揃えないとさ、ちゃんとしたバンパーとして分かんない。でも最終的に寸法合うから、まあどうなんだろうね。これただ単に貼り付けちゃっただけだからね。でも力のかかり方は変わると思う。なんか前から見た感じだとやっぱりこっちの方が出てる、より出てて、こっちの方がなんか力がうまく逃げそうな感じではある。こっちなんか当たったらさ、ここがちょっと出すぎてるから。ああ。ああ、やっぱ付け方の問題な感じです。そうです。これがこうなるのか。うん。そういうのバックパックもいらないの。案外いけそうだなって。すぐにぺっちゃんこなんないし。まあ少なくとも今のバンパイア全然持つよ。うん、持つね、持つ。なんかもうある程度の、なんかもうさ、これ以上曲がってないよね。もう逆に、多分あれだね、これが斜めになってるから、多分下にこっちから加わって、多分これ曲がってるから、多分これ取り付けの問題だ。取り付けをちゃんとしないと。でもいいと思うよ。だってもうなんかもう、ここはここで絶対もう変形してないし、ここはこれ以上なんかもういってないから。一回ポリから実験つけてみるってのもあるかもしれないけど。